はい、カバーチェブクロカーペン長です。じゃあ次行きましょう。今度はね、どれ何日前でしたっけ、このモーリシャス沖で、ね、日本の貨物船がね、から重油が流出した事故のお話、2回ぐらいお伝えしたことあったかな。でこれね、日本の貨物船が座礁した本当の理由が明らかになって、これがまあ海外で話題になってるんです。これニュース見た方いらっしゃいますかね。 Wi-Fi です、 Wi-Fi 意味わかんないですよね。で、モーリシャス沖でね、日本の貨物船から重油が流出した事故なんですけども、まあ、乗組員がこの Wi-Fi に接続するために陸に近づいたと話していることが分かりましたと。何ですかそれは。地元メディアによりますと、商船三井が運航する貨物船若潮の乗組員が、まあ、当局の調べに対し座礁する直前の、先月25日夜に乗組員の誕生日のお祝いをしていたと話しているということですと。でさらに Wi-Fi に接続するために陸に近づいたと供述しているとも伝えています。でこうした一連の行動が原因で貨物船が航路を外れ座礁した可能性がある、そういうことらしいんですよね。これはねひどいですね、本当だったら。で、海外の人たちの反応がこんな感じでした。誕生パーティーと Wi-Fi 接続を求めた結果座礁が起きた。で次の人、でもどうして海事法で船上パーティー禁止にされていないの。でそれに対して、アルコールなしでのパーティーだったら問題なかったのに、船はいつでも制御下にあるべき。で次の人が、安全意識の低い自分を制御できない連中が乗船しているとこうなる。その通りだと思いますね。で次、どうして岸にそんなに近づいたの。いやだからWi-Fi だって言ってんじゃんで、それに対して、悪天候のせいだよ、迂回しようとして近づいて座礁したこれニュース見てないのかなこのニュースがあってそれに対するコメントだと思ったんだけど。で、それに対して、今日の日本のニュースによると Wi-Fi 求めて近づいたらしいぞ。で次の人、一体どうしたら Wi-Fi 求めて座礁することになるの。で次の人は、 Wi-Fi ではなく携帯番号の信号のために岸に近づいたんじゃないの。で、次の人、時々窓から覗けばいいのに、世界のどの電子機器もこの事故を防げなかった、やっぱり基本が大事。で次の人は、コロナのせいで船員の交代がなくて船員が疲れていたとかじゃないのかなとか、適切な分離通行方式が導入されるべき。で、日本の船だ、日本は一体どうするつもりなのでそれに対して、いやパナマ船籍だけど。で次が、人間はクズ、我々は絶滅するに値する、何を言ってんだか。で我々は化石燃料の業界を破壊するべきだ、彼らは人類の敵だよとかね、人間はウイルスとかね、なんかもうわけのわかんないこと言ってる人が多いな、どうして全てが台無しにならないといけないのかみたいな。さあこれはもうツッコミどころが結構ありましたけどもね。まずこの日本言ってる人ね、結構いるみたいなんですけども、これ船の所有者が商船三井、違うな、所有者はこの別の会社ですよね、岡山の笠岡の会社が、商船三井からすると要は用船契約、つまりチャーターしたっていうだけですよね。まあだから、商船三井に何にも関係ないっていう話じゃないですよ。でまあその商船三井で船はパナマ船籍で、乗組員がインド人、スリランカ人、フィリピン人の混成で、日本人がパーティーしてたわけじゃないんですよね。で、以下は日本語の読めない語網とバンクが何を書くのか生温かくお楽しみくださいっていう、そんなところですかね。ね、そういうことなんですよね。で、まあ日本の船舶会社、まあ乗組員に日本人は一応いなかったらしいんですけどもね。で、まあ、日本国籍の船だと日本人乗組員が、乗務員がいないとダメだから、だからこうパナマ国籍にしてるとか、まあ、この手のなんかこの、なんだろう、船のこの業界のね、話が出るたびに、まあ、ちょいちょい出てきたんで、今更詳しい説明はしませんけども、まあでもね、ある、ね、どこの国とは言いませんけど、その人たちは言いますよね。日本人がいなくても避難されるのは日本人で、責任を取るのはもちろん日本人ですみたいなね、楽しそうですけどもね。まあ日本企業にはね、使用者責任確かにありますよね。まあ船籍を移して船員は外国人、外注して丸投げしただけだから、知らない、これは確かに通用しないです。まあ金だけ出して現場の上前跳ねるだけの簡単なお仕事ですっていうようなことをやってるから、こういう時しっぺ返しを食らうんだ
ていうのはねあると思います。うん、ただまあね、これは差別でも何でもない現状としてね、現実問題として、まあ海外の人たちってルール守らない人多すぎますよね。うん、だまあそういう意味ではまあ仕方なんかはないですけど、というか船に Wi-Fi ぐらいつけてあげればよかったのにね、長い船旅で暇になるだろうと。まあ日本人が 船乗りになりたがる人が少ないからね、船長も船員も外国人ばかりでっていう、そういう現状もあったのかなと。うん、そういえばなんか一時さ、この座礁の原因ね、原油流出っていうか、なんかこう座礁して原油流出させた最初の原因は、このサルベージ受け負ったね、どうだ、オランダかどっかでしたっけ、まあ受け負った海外の会社が失敗してそれで流出させたって、そういう話があったんですけど、あれどこ行っちゃったんですかね。一応この船のなんか乗組員の構成なんか全部で20人で、インドの人が3人、スリランカ1人、フィリピン16名、船籍はパナマ、そういう内訳らしいですけどもね。うん、ちなみになんかね、どうやらこの商船、三井はフィリピン人が多いっていうのは、まあ結構知ってる人は知ってるみたいですよね。この業界だと有名らしいんですけども。で、まあ日本人が一人もいないことがあるのは、まあちょっと、まあレアとは言わないけど、ちょっと知らなかったらしいんですけどもね。ただまあ、なんか理由がめちゃくちゃしょうもなくてね、いかにもなんかそれっぽいっちゃそうなんですけども、日本の感覚としてはちょっとありえないですよね。誕生パーティーやってて Wi-Fi に接続したいからって、船寄せるって、ちょっと感覚的によくわかんないですよね。ただまあ、フィリピンの人たちってね、じゃあどうしようもないのかって、そういうわけじゃなくて、一応ね、フィリピンの人たちの名誉のために言うと、なんか基本的に専門的な教育を受けて真面目に働いてて、この世界の海運に貢献している人たちらしいですよね。まあたまたま僕はこれね、割とこう初期の頃からこの話を追っかけてたからね、見ていてね、なんとなく気づくんですけど、まあこうね、日本の船連呼するんですよね。で例えばね、これ覚えてる人もいると思いますけど、ダイヤモンドプリンセスありましたよね。あれをアメリカの船って報道してたところってありましたっけ？ありませんよね。うん、だからあれなんですよ、ダイヤモンドプリンセスの時はね、マスコミはクルーズ会社も船長の責任について何にも報道してなかったですよね。で、ロイターの記事によるとね、今回の、国際法上の条約に基づいて船の持ち主である流し機船に賠償責任があって、商船三井に責任は及ばないと。でなお賠償金は流し機船が入っている日本の船主組合が支払うことになっていて、10億ドル、1000億円強までカバーされるんですね。で過去ロシアが事故った時の保証額は250億円強で、この時よりも今回の流出量は6分の1ぐらいと見られていて、まあ、ロシアの事故では船主の賠償は保険でカバー、こういう汚染に備えた国際的な基金からも支払われるから、なので今回もそうなると見られてるんですね。要はね、これ何が問題かっていうとね、普段からね喜んで反日報道しているね、マスコミ、日本国内にも日本国外海外にもねたくさんあるじゃないですか。で彼らは必死に日本と連呼してるんですよね。うん、だからね、その赤い国連合、レッドチームではね、ロシアが今回かなり嬉しそうに報道してましたっけね。だから中国と韓国はね、それに比べると、ほら、自分たちが過去起こした海の事故、が方が圧倒的に多い上に、まともに解決したケースはほぼほぼないんで、蒸し返されるのを嫌がって、今のところ控えめなのかな。ただね、この Wi-Fi の話してんのって日本の報道なんですよね。ちょっとわけわかんないことをね、日本の報道だけどうやらこの Wi-Fi 言ってるんですよね。うん。で、NHK のニュースなんかでも、やっぱり日本人が乗った日本国籍の船がやらかしたみたいな報道のされ方してるんですよね。うん。まあこの Wi-Fi じゃないですけど、このファックスにしても通信衛星経由で地上波の無線ではないから、陸に近づく必要ってありましたっけ？ないと思うんですけどね。まあ日本の沿岸漁業のようにこう 3G で家族と通話でもする気だったのか、なんだろうこれ、取材に当たった日本の記者って技術関連の学習とかなんかそういう下調べとかせずに、なんか適当にこう思いつきで報道しちゃったりするからね、余計混乱しちゃうんですよね。うん、困るんだよなこういうの。まあ一応現状はっきりしていることをまとめますとね、まあ心配しなくてもね、うん、なんか対応が遅いだのなんだの今まで何やってんだのってこう騒ぎ始めてる人たちがね多いんでね、
この長敷汽船、あと商船三井、もうどことの半島のある国、あの国とかね、大陸のね、あの企業とかなんかと違ってね、とんずらかましたりせず、事故当初からちゃんと対応してるんですよね。だから日本政府も海保の専門家派遣してますし、そもそもオイル流出はね、さっきも途中で言いましたけど、オランダのサルベージ会社、これのね、あの失敗、ミスが原因なんで、でまあ、座礁から1週間以上経ってから起こったことなんで、三井の対応が遅いも何もないんですよね、うん。まあ、とにかく日本の責任とか日本がやらかしたっていう報道をやりたくてやっている人たち、さあどこの国のどんな人たちなのかな。まあもう正体はバレちゃってますけどね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。